もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県の伊豆に向かっております。モザイクだらけだなこれな。母と二人で旅ですね、旅行ですねに向かっておりまして、ただいま神奈川県の平塚パーキングエリアで、トイレ休憩を済ませております。でただいまですね、コロナウイルス、新型コロナウイルス大流行中ですので、まあ、観光地には寄らず、ご飯もできるだけコンビニで買って、車の中で済ませて、そのまんまもう宿に向かってしまおうかなと思っております。ここからまず高速乗って、伊東マリンタウンに寄って宿かなっていう感じですね。では行ってきます。お腹空いたのでこれ食べます。パーキングエリアにね、美味しそうなパンとか売ってたんで、そっち買えばよかったなって思います。やっと青少バイパスを過ぎて、海沿いの道に行きました。ただ思いのほかですね、混んでるんですよね。逆に、伊豆とか静岡は狙い目だと思って来る人多いんですかね。すごく混んでます。伊東マリンタウン寄ろうと思ったのですが、時間がもうどんどん追われてるので、つまみと酒を買って旅館に向かっちゃいます。混んでる、本当に混んでる今日。はい、着きました。今回のお宿でございます。ヒーナさんですね。片瀬温泉、海沿いの素晴らしい立地ですね。ちょっと車が映っちゃうんでね。はい、海見に行くか。風情ある。以前北川温泉っていう、海沿いに泊まったことあるんですけど、そこに似てますね、雰囲気が。あと伊豆の熱川か、似てますね、これ。はい、こちらが今回のお部屋でございます。すごくいいお部屋ですね。もともとはですね、22,500円ですかね、1人で。で、セールでだいぶ安くなってて、いろいろ使って1人1万くらいですかね。そして今回もなんと、反射してない？大丈夫？はい、この景色と一緒に露天風呂、温泉です。ついてます。豪華。それではですね、今から貸切無料露天風呂も別であるそうなので行ってみます。どんな感じなんですか。4つぐらいあるらしいですよ。すごくないですか。すごい、外にありましたよ。この橋を渡っていくんですね。ただこれたどり着いた先にもし満室だった場合、戻るのめんどくさいですね。手前で分かったら嬉しいんだけどな、入ってるかどうか。まあ開いてるでしょ。え、分からない。あ、開いてる開いてる、開いてました。じゃあ入ってきます。開いてる開いてる。開きましたので入ります。若干濁ってるのかな、これ。濁ってるのか汚れなのかちょっとわからないお湯ですね。緊張しますね。いいですね、癖のあるお湯だったら。で4つとも空いてて、今他のお風呂も取ろうかなと思ったんですけど、ちょうど人が来ちゃったので取れなかったので、また夜に別の温泉に入れたら入りに行きます。じゃあ入っちゃいます。
ー気持ちよかった。まあ、ただ今日は幸いあったかいんで、また夜と朝寒い時に入るのがまた楽しみですね。いやちょっと疲れたから寝ようかな。はい、今まだ3時半、午後3時半なんですけど、飯が6時なんで、あと2時間半あるんですよね。まああと1回は部屋の露天風呂入って、あとどうしようかなって、びっくりしますわ。寝ちゃうかもしれないですね。寝るか。やはりこちらの湯少し茶色く濁ってるんですね。いいですね、濁ってる方がなんか温泉に入ってるっていう感じしますよね。じゃあ部屋のお風呂入っちゃいます。温泉入った後に動画編集などをしていましたら、もう6時近くなってきてしまいましたので、このまんま寝ないでご飯食べようかなと思います。日がだいぶ沈んできましたね。わー綺麗な景色。電線気になる。はい、夜ご飯でございます。すごいです、豪華。ではいただきます。ビール楽しみ。うん、まー。こちらが本日の献立ですね。この後もバンバン来るのかな。早く食べちゃいます、お腹すいた。おいしい。サザエ、うまい。サザエって俺今までおいしく、おいしいって思ったことないけど、これおいしい。はい、金目鯛が来ました。大きな金目鯛ですね。うまそうですよ、またこれ。うわー、アワビ。アワビはですね、アワビは久しぶりでございますね。消しゴムを食べてるイメージでしたね。逃げる。ぼやけてる。アワビいただきますね。アワビ、数年ぶりです。いただきます。うん、柔らか。かなり柔らかい。これは高級食材か。わからない。なぜそうなのかわからない。いいですね。刺身がまだ余ってるんで、日本酒を注文いたしました。アラバシリさんですね。いつの時だけアラバシリさん。いただきます。デザートのマンゴーアイスですね。もう満足です。ほろ酔いですね。いやー、うまかった。ほんと美味しかった。ごちそうさまでした。部屋に戻ってきました。美味しかった。本当に美味しかった。波の音が結構うるさいですね。どうしようかな。この後少しゆっくりしてお風呂楽しみですね。もっと体が冷え切ってというか、外が寒くなってからお風呂入ります。少しそれまでゆっくりします。
今夜の12時です。 4,5 時間寝ちゃいましたね。眠すぎてご飯食べた後ではですね、せっかく来たので温泉、夜の温泉入ってじっくり楽しみます。もうここから別に眠れなくてもいい。見てよ見て、この天気の良さ、月が反射してますよ。ほら、じゃあ入ります。酒も飲みたいな。ありますな、これは。あ、朝風呂して朝ごはん行ってきます。朝ごはんいただきます。美味しそう。ごちそうさまでした。少しゆっくりして最後にお風呂入ってチェックアウトですね。はい、ではチェックアウトします。はい、チェックアウトしました。2日目は雨でしたね。本当に今回旅館でしたね。温泉ももちろんなんですけれども、料理が久しぶりにこんなに美味しい旅館飯食べたなっていうぐらい美味しかったですね。で、今からですね、普通にもう、いつもの海沿いを通って帰ろうかなと思います。というわけでですね、今回の旅はこちらで終了とさせていただきます。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。